プロ野球ファンの皆さん、はここ大阪ドームからファイターズ対バファローズの試合の模様を三宅が実況してまいります。さあ第9、ライトはどうか、ライト落下点に入りました。マウンド上ミラバル、まっすぐ、手が出なかったんでしょうか。打球はショートへ、一塁は余裕を持ってアウト。際どいところわずかに外れています。ボールが先行しています。確実に入れていきたい。左中間への打球だがどうか。これでスリーアウト。1回の表の攻撃が終了しまして、この回のバファローズ3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスには奈良原、センターへ、ノーアウトからランナーが出ました。おっと、三塁に行く。三塁はとにかく先制点を入れて流れを作りたい。初球は外してきました。これは見ました。ファウルボール。この段階で決めてくるか。変化球を続けてきた。早くも追い詰めました。ボールか。変化球を続けていますが、次はどのような配球を見せるか。ピッチャー返し、ようやくアウト一つを取りました。スコアリングポジションにはランナーがいます。変化球から入った。変化球を続けてきた。一気に勝負してくるか。三球三振。まだピンチが続きます。ストレートから入った。この球には手を出しません。早くも追い詰めました。連続三振。山村、これ以上の出塁を許しません。初回ファイターズ先制点を挙げています。非常に怖いバッターを迎えています。際どいところに入りました。ファウルボールです。早くも追い詰めました。引っ張った。ノーアウトから同点のランナーが出ました。
際どいところに入りました。この段階で決めてくるか。一球間を置きます。打ち取ったか。どうだ。一塁はアウトを一つ取りました。ランナーは一塁。打ち上げてしまいました。これはアウト。アウトを二つ取りました。高めの変化球は禁物です。打ち上げてしまいました。これで3アウト。2回の表の攻撃が終了しまして、この回のバファローズ1人残塁で無得点です。さあバッターボックスには金子。際どいところに入りました。引っ張った。レフト余裕を持って構えます。当たりは今一つ。これはアウト。この回の出塁はありません。当たりは今一つ。掴んで3アウト。2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のファイターズ3人で攻撃を終わっています。さあバッターボックスには的山。際どいところに入りました。打球はファーストへ。ノーアウトから同点のランナーが出ました。打ち取ったか。二塁は463のダブルプレー。ファイターズがっちりとしたチームワークを見せています。ジャストミート。これで3アウト。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のバファローズランナーを出しましたが無得点に終わっています。この回は1番からの好打順です。際どいところに入りました。一気に勝負してくるか。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。ここはきっちりと抑えました。スタンドに入りました。ファウルボールです。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。ここで1球外してきました。外外と来ています。さあ次の1球はセンターへ。シングルヒット。
ターは一塁。二遊間抜けるか。スコアリングポジションにはランナーがいます。初球は外してきました。際どいところわずかに外れています。これも外れてノースリーになりました。いいコースに決まりました。フルカウント。両者待ったなしです。自らピンチを招きました。この状況ではコントロールの悪い球種はやはり投げにくいか。変化球から入った。いいコースに決まりました。低めを丁寧に攻めていますが、次のボールはこの打席もバットは不発。2打席連続三振。三遊間。ファイターズ追加点を入れました。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。ファイターズ追加点です。さあどうする。バファローズすでに2点差。さあこのまま波に乗っていくことができるのか。ストレートから入った。打球はショートへ、二塁へ。1点差で迎えた3回の裏、ファイターズ追加点を入れてさらに差を広げています。ミラバル、この試合まだ点を許してはいません。これはうまいバッティング。ここは一発も期待できる場面。ピッチャー返し。走者一掃のチャンスです。ストレートから入った。これは平凡な当たり。どうだ。ダブルプレーにはなりません。初球は外してきました。ここは一球待ってみるか。厳しいカウントになりました。二遊間、ホームを狙う。バファローズ追撃しています。ウィルソン、ここでタイムリーヒットを放ちました。バファローズ追撃しています。まだ1点差ですが、これ以上は防いでおきたいところ。初球は外してきました。外野フライでも1点のこの場面、さあ追いつくことができるか。
左に切れました。これはファールボール。ダブルプレーを取りました。ファイターズ、がっちりとしたチームワークを見せています。2点差で迎えた4回の表、バファローズその差をわずか1点にしています。今のところ疲れは見せていません。山村、ファウルボール。打球は三遊間へ。ノーアウトからランナーが出ました。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。ランナーは一塁。打ち上げてしまいました。これはアウト。さあ2アウトになりました。際どいところわずかに外れています。打球はセカンドへ。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。当たりは今一つ。難なく掴んでいます。4回の裏の攻撃が終了しまして、この回のファイターズ2者残塁で無得点です。まだ疲れは見えません。ミラバル、この球には手を出しません。際どいところわずかに外れています。センターへ。センター落下点に入りました。やや疲れが見え始めています。ミラバル、これは見ました。打球は三遊間へ。シングルヒット。ランナーは一塁。ボールか。さあゲッツーコース。ここからの逆転は非常に大きな意味を持ちますが、さあスコアリングポジションにはランナーがいます。一、二塁間、さあこれで満塁になりました。外野フライでも1点のこの場面、さあ追いつくことができるか。初球は外してきました。内角をよく見ています。センターへ飛んだ。この位置から間に合うか。三塁ランナースタート。ボールは返ってこない。この犠牲フライでランナーホームイン。これで同点。試合が分からなくなりました。
さあこれで試合は分からなくなってまいりました。変化球から入った。1点差で迎えた5回の表、バファローズ、試合をひっくり返しました。今のところ疲れは見せていません。山村、強襲、際どいところに入りました。おっと危ない。この段階で決めてくるか。打球はショートへ。これはアウト。やや疲れが見え始めています。山村、この球には手を出しません。当たりは今一つ。掴んで3アウト。5回の裏の攻撃が終了しまして、この回のファイターズ3人で攻撃を終わっています。ここはかなりの疲れを見せています。ミラバル、ライト余裕を持って構えます。ランナーはありません。内角をよく見ています。打球はセカンドへ。シングルヒット、ランナーは一塁。これで2アウト。さあバッターボックスには的山。いいコースに決まりました。あー、これは痛そうです。この段階で決めてくるか。ファイターズ中継ぎへと交代です。厳しい状況ですが踏ん張ってもらいたい。変化球から入った。際どいところに入りました。早くも追い詰めました。一気に勝負してくるか。
ここで1球外してきました。この段階で決めてくるか。打ち上げてしまいました。これはアウト。6回の表の攻撃が終了しまして、この回のバファローズ2者残塁で無得点です。やや疲れが見え始めています。柳村、際どいところわずかに外れています。外角をよく見ています。際どいところに入りました。厳しいカウントになりました。タイミングが合いません。さあこの一球、おっと強引なバッティング。ノーアウトから同点のランナーが出ました。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。アウトを一つ取りました。ここはかなりの疲れを見せています。山村、打ち上げてしまいました。これはアウト。アウトを二つ取りました。ランナーは一塁。この段階で決めてくるか。二遊間抜けるか。ここはなんとか踏ん張ってスリーアウトにしたい。変化球から入った。慎重にボールを選んでいます。厳しいカウントになりました。あっさり歩かせたくはないでしょう。フルカウント。さあ勝負。レフトはどうか。難なく掴んでいます。6回の裏の攻撃が終了しまして、この回のファイターズ2者残塁で無得点です。マウンド上芝草、1・2塁間抜けるか。ノーアウトからランナーが出ました。初球から足を絡めてきた。2塁へ、スチール成功。これはファーストへ。ここからは1点もやりたくない。早くも追い詰めました。ピッチャー返し、ランナーホームに突っ込む。一塁送球は間に合わない。これで差は2点。
追加点を入れ、ダメを押すことができるか。ランナーは一塁。ここはなんとか踏ん張ってスリーアウトにしたい。ストレートから入った。これは逆らわないバッティング、わずかに切れました。一球間を置きます。この段階で決めてくるか。ピッチャー返し、抜けた。さあこれで満塁になりました。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上立石、スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。打ち上げてしまいました。難なく掴んでいます。1点差で迎えた7回の表、バファローズ追加点を入れてさらに差を広げています。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上三沢。さあバッターボックスにはクロマー。スコアリングポジションにはランナーがいます。三遊間、ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。ここは一球待ってみるか。いいコースに決まりました。一、二塁間、今ランナー悠々とホームイン。このチャンスにタイムリーヒットを放ちましたファイターズ。これで得点差を縮めました。差は4点と厳しい状況に追い込まれています。打球はサードへ。
変化球から入った。打球はサードへ、ランナーホームに突っ込む。まだ試合はわからない。金子、ここでタイムリーヒットを放ちました。ファイターズ、これで得点差を縮めました。バファローズ、小刻みな継投を見せています。さあ、低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。当たりは今一つ、これはアウト。ようやくアウト一つを取りました。右バッターボックスには森本。変化球から入った。この人のバットに命運がかかっています。この状況ではコントロールの悪い球種はやはり投げにくいか。初球は外してきました。7回の裏、ファイターズ、その差を2点に縮めました。マウンド上、立石。当たりは今一つ、これはアウト。際どいところわずかに外れています。ピッチャー返し。この回の出塁はありません。センター余裕を持って構えます。8回の表の攻撃が終了しまして、この回のバファローズ3人で攻撃を終わっています。さあ、この人にマウンドを託すんでしょうか。ピッチャー岡本。小笠原、今日は猛打賞です。二遊間抜けるか、一塁へ、これはアウト。ピッチャーは岡本。シングルヒット、ランナーは一塁。ポジションにはランナーがいます。打球はセカンドへ。さあ、ツーアウトになりました。変化球から入った。
打ち上げてしまいました。これはアウト。8回の裏の攻撃が終了しまして、この回のファイターズ2者残塁で無得点です。さあバッターボックスにはローズ。打球はファーストへ。ノーアウトからランナーが出ました。ここは一発も期待できる場面。レフトスタンドに花火を打ち上げました。今ファン大歓声の中、悠然とした足取りでホームへと向かいます。バファローズ、これで勝利をほぼ確実なものにしました。これで4点リードと変わりました。さらにダメを押してくるか。1・2塁間抜けるか。シングルヒット、ランナーは一塁。外角中心の配球を見せていますが、次はどう来るか。外角をよく見ています。ここで逆をついてきました。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、引っ張った、一塁ランナー三塁へ。ここはワイルドピッチを避けなくてはいけません。初球は外してきました。当たりは今一つ。これはアウト。ようやくアウト一つを取りました。ストレートから入った。ここでリリーフ登板となりました。マウンド上、柴田。さあ、低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。打ち上げてしまいました。難なく取りました。ようやくツーアウトまでこぎつけました。いいコースに決まりました。引っ張った、ライト交代。よく追いつきました。9回の表、この回のバファローズ、追加点を入れてさらに差を広げています。あと3人抑えてしまいたい。痛烈な当たり、ノーアウトからランナーが出ました。もっと塁を埋めていきたい。打球はサードへ。
二塁フォースアウト、きっちりとダブルプレーを取りました。バファローズがっちりとしたチームワークを見せています。あと一人踏ん張れるか。際どいところわずかに外れています。打球はショートへ。興奮冷めやらぬ大阪ドームからデイゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、バファローズファイターズを下す結果となりました。プロ野球ファンの皆さん、そろそろお別れの時間です。さようなら。